今日から各地で疫病退散を願う祇園祭りが始まりました。福岡県でも小倉祇園太鼓と博多祇園山笠の開幕です。せーの、小倉祇園太鼓の今日は太鼓大開きと呼ばれる練習の解禁日で、小倉駅では今夜7時から3年間の思いを込めて打ち止め式が行われました。血がこうも騒いでもううずうずしてます。はい、あやすたやるやる大門町17日の打ち納めまで小倉の町には太鼓が響きます。暑さの中、夕方5時半過ぎにかけるのは博多祇園山笠は初日の締めくくり、当番町のお潮いとりです。博多湾の箱崎浜の波打ち際の砂を祭りの間などに清めの塩と同じように使うため集めます。博多祇園山笠も3年ぶりに舁き山行事が行われ、15日の追い山に向けて熱気が高まります。